丹羽選手はいつも通りのセコンドが那須川天心選手のお父さん、チームてっぺんの那須川会長ですね、はい、それではこれより本日のダブルメインイベント第7試合、あーっとここまで来た、ここまで来た、早くも早くも始まってるぞ。和田レフェリーが早くも止めに入ります。はい、ちょっとレフェリー気づくの遅かったですね。無法投球です。選手は本当にね、ちょっと気をつけないと。赤コーナーまで詰め寄っていました。セコンドが斜めます。175センチ、 62.95kg、 菅原道場所属、第10代 MA 日本スーパーライト級王者、挑戦者、バズーカーコウキ。チャンピオンを吹き飛ばすか、バズーカコウキ。赤コーナー、176センチ、 63kg、 チームニワールド所属、レベルスブラック、63キロ級王者、丹羽健介。63キロの現在の頂点、丹羽健介、その座守れるか。チャンピオン丹羽選手よりチャンピオンベルトが返還されました。両者の前に和田亮学レフェリーが一度ベルトを見せました。このベルトをかけてバズーカ光輝、そして丹羽健介、今相対します。さあフェイストゥフェイス。いやいや、もうさっきも始まってましたからね。そうですね。両者視線外しません。煽ってる。こういう感じですよね、やっぱりバズーカ選手は絶対に噛み合わせてやろうと思ってます、はい、この試合は重田浩二さん、そして北川八巻和弘選手、そしてノックアウトラウンドガールの山本優さんとお送りしていきます。今日最後の試合です。防衛か王座ダッシュか。さあダブルメインイベント第2試合、チャレンジャー、今背中が見えているバズーカ光輝、そして奥にチャンピオン丹羽健介、左のミドル、まず触ったのはバズーカ光輝の方です。そして丹羽は独特のリズム、八巻選手、まず何に注目しますか。そうですね、お互いの出方というか、多分まだ見てる段階だと思うので、はい、はい、キック一瞬顔には届きましたが、これは意に返さないです。丹羽さん、会場の雰囲気変わりましたね。集中してますね。みんなの視線がこのリング中央に。ローキック、立ち上がり触っているのはバズーカ光輝の方か。1分が間もなく経過というところ、バックハンドブロー、かわしていきました。右腕でブロックしていったチャンピオンには、どうでしょう、重田さん、はい、この立ち上がりのこの動きっていうのは予想にありましたか。そうですね、ちょっとやっぱ緊張感がすごいですよね。そうですよね、入っていく。でも2人とも倒せる武器持ってるんで、はい、ポイントにあったら多分倒しますよ、1ラウンドから。前蹴り、丹羽選手はなんかちょっとまあ狙ってる感じがしますね。この見合ってる中でもバズーカ選手の方が蹴りを打ち分けてるんで、今のところの有効打としてはバズーカ選手の方があると思うんですけど、丹羽選手がちょっと不気味というか狙ってる感がすごい。そうね、その狙っているっていうのは待ってるんですか、それとも入るタイミングを狙ってるんですか。なんかそうですね、その何か当てる、一発当てるタイミングをなんか見てる気がします。なるほど。丹羽選手は本当右のストレートでこれまで本当倒してきてるので、おそらくそのタイミング、間合いを待ってるんだと思いますね。さあ残り時間1分、タイトルマッチ3分3ラウンド、延長1ラウンドが用意されています。3ノックダウンシステム、肘なしのレベルスブラックのベルトです。結構間合いは重田さん遠いですね。そうですね、挑発するのはバズーカすごいですね、山さん余裕ありますね。まだクリーンヒット両者あまり中身クロス、
島木選手ヒヤッとしました。そうですね、タイミングがどっちが当たってもというような、そうですね、タイミングでこうなんか噛み合いそうですね、この絵、ね、打ち合いとなればこの2人。そうですね、遠めの距離からローキック放つバズーカ。ここで第1ラウンド終了。真剣で切り合うような展開、その刃相手には届かずとも消耗するような。吉田さん、どんな風にご覧になりましたか、この第1ラウンド。はい、もう、いや、今もう新田さんおっしゃったような本当真剣の切り合いな感じですよね。本当時々格闘技の人ってこういうのあるんですけど、はい、どっちかが動いたらパッとどっちかがもう倒しに行くっていうようなところがあって、いつ、まあ、僕的にはやっぱりバズーカ選手がいつ本当の倒しモード、殺しモードに入るのかなっていうのはちょっと見たい感じはありますね。はい、あのこういう立ち上がりっていうのは八巻選手、はい、やっぱり2ラウンド以降3ラウンド以降で変えていくっていうのはある程度頭の中にはあってのこの1ラウンドなんでしょうかね。ある程度あると思いますね、はい、多分このままはいかないと思うんですけど、はい、まあ、1ラウンド目見るとバズーカ選手がまあ、ちょっとうまく蹴り当ててるかなって感じがしましたけど、まあ、ペース握るまではいってないですけど、はい、まあ、ニア選手が今回その KO にこだわるって言ってたんで、まあ、狙いすぎにならなければいいのかなとは思いますね。はい、そうですね、そのあたりにはこだわりたいっていう話ですよね、チャンピオンとしての戦い。いや、ちょっと狙いすぎてる感じはあるかもしれないですね、ニア選手。その一撃で仕留めようという思い、ローキックかバズーカー、リズムが変わります。で、入り下がる右左、ワン、ツー、スリー、ツー、スリーが当たりました、バズーカ光輝。右が届いた、そして左の返し入った、パンチも当て始めましたね。4発ぐらいパンチ入りましたね、バズーカ。さあ、どうだ。ちょっとだからバズーカ選手が少しモードを変えてきたかもしれないですね。八巻選手、バズーカにこれ庭の動きって見えてますか。そうですね、結構今は多分自分でいい感じで戦えてると思いますね、バズーカ選手は。はい、さあ、庭はどう、太鼓が右に入ってくる、そういうところで一発当てたいんだとは思うんですけど、はい、あ、おー、さあ、返した左、一瞬ガード下がった、ちょっと今の攻防もちょっと危ないかなって思っちゃいましたね。大きいスイングフック。バズーカ選手は結構その構えをスイッチもするんで、そういう意味では相手からしたらやりづらいと思いますね。左足前で普段は構えてるんですけど、右足前のサウスポーの構えになったりもするんで、はい、結構相手からするとやりづらいと思いますね。流れる水のように相手を捉えていく丹羽圭介の戦い方、無双ビート。しかしここまでバズーカの徐々にこの第2ラウンド、そうですね、捉えるような動きを見せるか。バカングの、そしか右でストレート、丹羽圭介当てました、左のフックも当たった、あ、右の、はい、山本さん、これもういつ倒れるか。そうですね、何が起こるか分かりませんね。息できてますか、大丈夫ですか。はい、本当でもなんか、そうですね、呼吸を忘れますよね。ずっと見てて、ローキック交錯する。30秒です、第2ラウンド。パンチからロー、右、ここ力強く振った丹羽。さあ、まだ丹羽から積極的に行くというところまで行っていません。右ミドル、右ストレートを伸ばすバックステップは丹羽。両者中間距離から遠い距離、この距離感は変わらない。ダックアンドブロー、それに合わせる形、クリーンヒットはしていません。第2ラウンド終了。八幡選手、このラウンドどうですか。はい、そうですね、バズーカ選手ペースだと思いますね。はい、ちょっとそうですね、バズーカワールドになってますね。なるほど。いや、まあ、ニア選手でも、まあ、シーザーさんさっきもおっしゃってたみたいに、やっぱり右の一発を当ててこういう劣勢ひっくり返したっていう試合もあったと思うので、そうなんですよね、もうずっとベベルスはそういう形で勝ってきてるんで、ニア選手は、はい、
ただちょっとやっぱ狙いすぎ、手数がやっぱ少なすぎかなっていう、こう入り際に合わせてのこういう攻撃しかないので、まあ、それで当てられればいいのかもしれないんですけど、今のままだとちょっとペース取られちゃってるんで、そういう一発当てるのも難しいのかなって思っちゃうんですよね。重田さん、はい、庭の方から行くのか、それとも欲を出さない方がいいのか、どうなんでしょう。庭選手はね、普段の試合よりちょっとねスピード遅い感じします、今日は。あ、そうですか、はい、もうちょっとリラックスして動いて、いろんな手数出して、それでポンとピンポイントに当てるんですけど、今日はねやっぱりちょっと狙いすぎてあんまり当たってないんですよね、攻撃が。軽い攻撃でもいいんで、やっぱ当てて乗っていくっていうのが多分大事だと思うんですけど、となるとある程度自分からも、そうですね、もうちょっとやっぱり当てたいんですけど、ただ、まあ、バズーカ選手もやっぱまた上手いので、うまく当てさせてくれない、それでどんどん力んでしまうっていうような、ちょっと今丹羽選手からしたら悪いんだから、おー、どうだ、前に出てくる丹羽。重さん、あのパンチで力むと良くないっていうのは聞きますよね。そうですね、あのスピードがやっぱり落ちてしまうんですよね、どうしても、はい、さあプレッシャーどうだ、チャンピオンには第2ラウンドに関してはバズーカやや優勢。さあこの第3ラウンドどうするか、サウスポーにスイッチはバズーカ後期、右ストレート伸ばす、チャンピオンゴールドのトランクスにはロープに追い詰められる、プレッシャーバズーカ、残りは2分第3ラウンドです。蹴り足キャッチした、右八幡選手、今のどうでしたか、当たってました、まあ、浅いとは思うんですよ、当たってはいたと思いますね、はい、ジャッジにアピールしますね、そうですね、ああいうこうパンチをしっかり当てとくと、フェイントには手は出ないか、チャンピオン防衛へ向けてなんとかクリーンヒットを出していきたい、強烈なフック、右ストレート、庭のいい右パンチ当たりました、アイキック、リズム変わりますかね、八幡選手どうですかね、ちょっと、そうですね、今はまだ変わってないですけど、いい右フックにはあっただけに、右ショルト、テンプル捉えた、ちょっと流れが悪い、三輪選手にとっては悪いかなと思いますね、その一発が、さあ残り時間1分だ、当たる感じがしないというか、左のハイ、バズーカ選手がうまく戦ってるなっていう印象ですかね。には入りたい、バズーカはこのまま押し切りたい、タイトルマッチへその拳で掴み取れ、両者ハイキック、右ストレート、どうだどうだ、そして右フック当たった、来い来いとバズーカ攻撃、さあ打ち合いだ、いけいけ、両者タイトルマッチ残り30秒切った、会場のボルテージも上がる、今日最後の試合、半年ぶりのレベルス、リングの姿で見せたい両者、残り15秒、ハイキックミドル、これはどうだ、さあ残り10秒切った、出し切れるか、右ストレート、バズーカチャレンジャー右だ、ダウンではない、ダウンじゃない、ダウンではない、ダウンじゃない、さあどうか、まあ、バックドローしてちょっとバランス崩しているところに当たって、でもまあダウン取ってもおかしくはないタイミングだったと思うんですけど、そうですよね、レフリーにと、レフリーによってはあれダウンって取った人もいると思います、ちょっと分かれるんですけど ね、 そうですね、はい、だから第3弾でもかなり数で言えばバズーカの方がいいの当ててたいですね、まあ、最後のああいうのでちょっと印象はやっぱダウンにはならないにしてもポイント的には印象にはなると思うんですけど、でもやっぱ全体的な流れとしてはバズーカ選手がうまく戦ったかなと思います。ジャッジ秋山30対29青バズーカ攻撃、チャレンジャーに1票、ジャッジセンチャイ30対29青バズーカ攻撃、新チャンピオン誕生、3対0レベルス
ラック63キロ新チャンピオンはバズーカ光輝。いやー山本さん、新チャンピオンの誕生です。おめでたいですね。いやすごかったですね。でも白熱した試合で両者のいいところもね、こうしっかりと最後の方にもね盛り上がりポイントありましたしね。そうですね、本当に、ベルトが巻かれますバズーカ光輝。いやー八巻選手どんな印象ですか、このタイトルマッチ振り返ると。やっぱバズーカ選手うまいなっていう、あと冷静だなっていう、まあ、最後ちょっと熱くなって打ち合う場面もありましたけど、もう全体通していや本当にうまいなと思いましたね。そして茂田さん、はい、チャンピオン、もう全チャンピオンになりました。丹羽の印象はどうでしたか。いや本当にもう見応えのある試合で、はい、まあ、手数としては、ね、そんなに多くなかったかもしれないですけど、その2人 の, そのフェイントの掛け合いとか間合いの取り合い、やっぱすごい緊張感で本当見応えありましたね。本当にこの見えないパンチが飛んでたと。いや本当にそうです。新谷さんちょっと途中で、ね、おっしゃった真剣の気合いっていうのは本当にそうだと思いますね。お互いにやっぱり相手が倒せる力があるっていうのは知ってるんで、はい、もう覚悟を決めて中にこう交錯していくっていうんですかね。その瞬間はもう倒されること覚悟で踏み込んでいくっていう、すごいなんかいい試合でしたね。無法刀プレゼンツダブルメインイベント第2試合、新チャンピオン誕生バズーカ光輝です。